さあ、マリオさん第1問です。さあ、今日45分切れますでしょうか？切れませんでしょうか？今日は今日は必ず切ります。宣言します。あります。じゃあそのために行きましょう。全長長いのどっち長いの？こっち世界4325それに対して t クロスは4140結構短いね。うん、結構短い。20センチ以上違うんだね。はい、じゃあ次です。幅広いのどっち幅はね。こっちの方がワイドに僕の目には見えます。ワイドに見える。

一七六ママリオさんずっとあの WRV 五ナンバーだと思ってたもんね。思って乗ってました。は言っても WRV この間ヤリスクロスと比べたばっかですけどね。はい。まあそれはいいとして、じゃあ背高いのどっち？背はね、背はあこっちだこっち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 はい。ちなみにその背はマリオさんより高い？えちょっとやちょっと僕より低いかな。本当？百六十ちょうどぐらいこれ。で はい、WRV16501650 一緒だ一緒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 はいそして T クロスは1580ですいねさあじゃあ走りに関わるホイールベースはい長いのどっちボディーが長いからやっぱりこっちだと思う見た目もこっちですよねこっちこっち正解2650です長長いい T クロスははい2550になりますさあ最低地上高、どっちが高いこれもね、と見 うん、パッと見とね乗り味の印象で先入観でこっちが高いように感じますこれわかんない,んないこちら195うん P クロスはちょっと数字が出ておりません。まなので、うん、ちょっとこの辺りは想像になってしまう、ね。195もあるんだこっち。高いですね。そう195はあの,あのだから十分すぎるほど高い。まあしかし両社ともに FF モデルでございます。はい、さあという形で始まりましたけれども今回もよろしくお願いいたします。い,ますいいから比較スタートでございます。カバワさん今回もよろしくお願いいたします。さあマリオさん今回比べるのははいホンダの WRV。V これグレードは Z、Z プラスでございます上級グレードかなそう、もう上級グレードですだからこの辺りの加色が付いてるでしょもうこれ上級グレード Z、Z プラスしかないんですよもうこの瞬間一番高いのっていうのが分かりますそして、はい、フォルクスワーゲン 今回のこのこ T クロス先日マイナーチェンジしたばかりなんですけれども、まあ、この辺りもまあとでライトでやるからいいのかでまずグレード構成としてはこの T クロスはですね TSI アクティブさらに TSI スタイルそして R ライン、まあ、R ラインはもうスポーツサースが入って18インチ標準なのでもうそれは別格として別,、まあ、別格うんまあちょっと別としてねで今回持ってきたのはこれスタイルでございます。 で17インチが標準設定なんですけど僕スタイル横浜の試乗会で乗ったとき18インチついてたんですけど<お>こちらはですね、はい、2055517インチこれ乗りたかった車なんですよ<ー>これだからあとで通常動画撮ろうかなと思ってます <laughs> はいティンチュラート P7 履いておりますピレリタイヤでございます、okay. 後ろも一緒20、205、55、17を履いております、はい、それに対してタイヤ先行っちゃいましょうかはい、ブリヂストン、トランザー T005A 履いておりますサイズは同じ17インチなんですけど、こっちの方がちょっと太い215、55、17、だから205に対して215、うん、へちょっと太いんですよねうん、うん、さあ、マリオさん、はい、問題です、うん どちらの車が高く見えますか？うん、高く見えるさ。<laughs> 決してこっちが安く見えるわけじゃないんですが、<laughs> やっぱりこれね、まあ多分おばあちゃんからこのもので。表情を映そうかな。え、うん？どっちが高く見えますかち？ちょっとこっちが高くやっぱり見えちゃいますかね。うん、そうですか。こっち安っぽくないのよ全然。はい。ただ並んじゃうとこっちちょっとちょっとやっぱりなんか薄来品っていう。なんかさ、ちょっと質感が高いというのか、うん、なんか凝ってる感じは。なんかそう細かいのかな。なんかいろんな。うん、しますよね。はい。 いやまあ、マリオさんの,その見立て通りなんですけれども T クロスこちら TSI スタイル359万9万九千円うん、うん、それに対して、はい、今回比較する WRV はこちら Z プラス一番上のグレードですけれども248万9 3三百円簡単だし100万以上の価格差があります、はい、その価格差踏まえてどうなのかっていうあたりで今回は 先日、WRV こちら、ヤリスクロスと比べたでしょ、うんうん、やりました簡単な話、うん、圧倒したでしょ圧倒でしたね、もうすべてがびっくりでした、はい、この車。なので、うん、この車の完成度、そこでも示してたんですけど、要はヤリスクロスもすげえいい車なんですよ、はい、それと戦った時に、うわ、すげえいいじゃんっていうこ、WR v、これ、WRV、これ、ある意味、日本代表でございます、この今、うんうん、どん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 急成長しているコンパクト SUV 市場においてのね、はい、日本代表。うん そして、はい、こちら T クロスはもう輸入車の中でのこのコンパクト SUV の中で超大人気な車ですので<ー>今回はまあある意味ちょうど代表戦でございます。日読代表はいな、うん、なののでどどちらがどうなのか とりあえず価格では設定で言うと「いやさすが海渡ってくるだけあるね」っていうそういう価格をしておりますでもその価格の価値って本当にあるのみたいな形で、うん、さあ行きましょう、はい、デザインどっちが好きですかマリオさん好き好きうん好き嫌いで言うと難しいなこのねやっぱり WRV もこのいかにもこのスクエアな感じまあちょっと大げさに言うとランクルをギューっとしたような感じが僕はしててお<ー>これはこれでなんか SUV っぽくて好きなんですよ。やっぱななかいう気がすするんですけど マリオさんからその言葉が出るっていいなや、僕もそう思ってたのかちょっとねランクルのクロスカントリーとかラダーフレームとかと比べたらちょっと失礼なのかもしれないですけどそっちのラダーフレームラブの人からしてみたらねでもなんかね、ランクルの70とかと同じような若干匂いがするというか無駄なものを省いたようなそういう感じはします。それに対してなんか先進のね まあこういうライト造形とか含めても、はい、ほらもう凝ってますねグわっとしてますもんねやはりで色がまずおしゃれねこれは、はい、今テロップで出てると思います <laughs> 水色とも言えないし何色灰色でもないしこれ何なんだろうだって最初来た時にさ、はい、うわこの色おしゃれって思ったよねそうかだからマリオさんと二人で、うん、いや今回100万円の価格差あるかなって思った上でこの車登場した時に うわ <laughs> ちょっと色でもう負けたかもみたいなねそういう感覚は実はありましたこれに18インチのオプションを履かせるともっともっとかっこいいですからねじゃあライトまず見ちゃいましょうかさあライトまずはデイランニングライトとしておおここかなり明るく光ってるこれもうエンジンをスタートさせた瞬間からこれ光るものだと思うえマリオさんエンジンちょっとかけちゃってみてくださいそうですねやっぱりデイランニングライトですね ここが縦ラインで左右それぞれ光るんですねポジショニングランプのところは全く光らない形ですじゃあポジションお願いしますはいポジションはいこれ特徴的ですよねここからずっと一文字で繋がりましたねまあ、これがまあマイナーチェンジの効果ともまあ言えるところではありますけどやっぱりうんなんか価格すげえ高い感じがするヘッドライトお願いします さあヘッドライトを外側光りますハイ、はい、ビームーおー内側がかっけーはい光りますハザードああ外側がなるほどフォグランプはないですねやっぱりデライランニングライトのだけでフォグランプの代わりをするわけではないんですねこの下がねはいサイドの部分はここウインカー光ります あ、何帽子をあタクティじゃん今日はえ今日はタクティブランドでタクティブランドです井口拓人選手のブランドスーパー GT で活躍しますスーパー GT 活躍しますスバルの車をずっとえもうかれこれさも11年12年だ12年いますねだよねもうすっかりスバルの人ですねそうめっちゃ性格いい方ですすんごい明るい方でねはい、じゃあ後ろ行きましょうブレーキライト おお、こういう風に光るんだこの真ん中の2つ、上下だけが光るような形ですじゃあ、ポジションおお、やっぱライト造形、すげえこの三連灯みたいな形でねへじゃあこの状態でブレーキ踏むとハイマウントともちろんここの部分が光るというマリオさん、ちょっとブレーキ戻してください踏んでくださいおお、なるほど 戻して戻すと中が光りこっちも変わる踏んでください戻してください踏んでください戻してくださいほら外側のこの2連灯が消えるんですねじゃあハザードお願いしますおーシーケンシャルになってるじゃないのバックランプお明るいこれリアフォグはありますか 付け方が… <laughs> 付け方がわからない…付け方が…わあ,あ、付きましたつきましたつきました、はい、こっ張りはい、リアフォグ、片方だけが、はい、光りますねなるほど、あ、リアフォグをつけるとバックランプが片方消えるんだリアフォグ消すとバックランプが戻りますえー、こういうカラクリなんですねちなみにマフラーは外からは見えません 一切見えない形をとっておりますじゃあ WRV 行きましょう、うん、ライトチェックですじゃあまずはもうエンジンかけちゃってくださいこちらもデイランニングライトあるはずですのではい着きましたこの状態ね結構明るく光ってますよねもうすぐにわかるぐらい明るくこのヘッドライトの眉毛の部分が光っているこの状態で意図的にポジショニングライトをつけたいと思いますはいポジションほら暗くなったわっていう こういうい形になりますイランニングライトの方が昼間でも視認性というかあの、まあ、ここに僕いるよっていうのをアピールするためのライトなのでやっぱ明るいですよね昼用ライトなのでポジションはやっぱ夜とかそういった場面を想定するので、はい、ちょっと暗くなるという形になります同じ場所がまあ光るという形じゃあヘッドライトお願いします。 いやしかし、この顔つき、やっぱり僕好きだなの、このボリューム感の。はいヘッドライトははい外側光ります。ハ、は、イ、い、ビーム、内側光ります。これも前回やりましたね、ヤリスクロスの時にはいじゃあ、フォグランプ。はい、下側が白で点灯します。じゃあこの状態でハザード もう全頭、この前が本当忙しいね、デイランニングライトにもなるし、ポジションにもなるし、ウィンカーにもなるし。忙しいマルチタレントでございます。マルチライトって言えばよかった。はい、サイドの部分も、はい、光ります。森さんにお土産です。おお<ー>、昨日私そのスーパー G. T. の応援で。オートポリス行ってきました。九州じゃないですか。ええ、別府の。別府だ。二十四時間前の今から僕まだ別府の温泉使ってました。なるほど。<laughs> 行きたいよね。<laughs> うん ちょっといろいろと企画考えてますのでいつか必ず九州いはいブレーキはい戻してブレーキなるほどハイマウントストップですねランプも光りますし、はい、こちらも光りますじゃあポジションははいこういう形で光りますじゃあこの状態でブレーキを踏むと内側だけがそのままアドオンされる形ですね じゃあ、この状態でハザードうわハザード前回もそうだ言ったかもしれないいやちょっとこの豆電球感はちょっと気になるかもしれないうーんやっぱまあまあ正直ライトの造形で言うと100万円の価格差の一部はいや確かにあるよねっていうのは、うん、感じるじゃあバックライトお願いしますうわちょっと朱色っぽい色しますねきらびやかな 目に刺さる白ではないやっぱ白ってかっこいいですよね LED 系のねなんかそれが欲しい感じはしますはいありがとうございますちなみにマフラーは下から若干見えるという形でセットアップされております じゃあマリオさんボンネットチェック行きましょう。エンジンルームチェックです。さあマリオさん、W. R. V.、はい、ボンネット開けましょう。まず重さチェックね。重さね。何本指でいけるのかな。まあまあ、まあまあ重いな。まあまあ重いですよね。まあまあ重いね。まあまあ重い。はい。よしさあ、四気筒です。こちら、何リッターでしょうか。これ覚えてますか。覚えてます。千五百。う世界。うん。 1500リッター。ホンダは大体そうですね。はい。1500リッターで僕さりげなく言ったら違う違う違う。1500リッターってやばいよね。CC ですね。はい。CC ですね。CC ですね。突然船の大型フェリーとかの1万馬力。はいびっくりしちゃった。はいはい。はい NA エンジンでございます。 ちょっとこれ深掘りする前にマリオさんカメラを託していいですかはいさい今こっちまで行こうとさあ今回も川さんありがとうございます皆さんの貴重な時間1分だけくださいお店を持たないその分人も少ないですしその分の固定費を下げることができるそれを売り手と買い手に折半するこれが川ーさんの要中古車売買での要なんですよだからその分折半するからこそどこよりも高く売れるしどこよりも安く買えるこれがもういいカーライフォすごい 上でも大事ですので一緒にカババさんと歩みを進めているのはこの「いいカーライフでもございますけれどもだから応援もしてもらってますし応援もしております、はいはい、でその上で、うん、まあ高額車両を使った方がカババさんの仕組みっていうのは絶対的にメリット高いんですねうん、うん、なぜならば高額車両っていうのはお店があったとしたらお店のマージンだって大きいわけじゃないですか価格で言ってもうん、うん、それを要は折半できるっていうことはだから絶対高額車両の方がカババさん使った時に魅力はあるんですけど今まで1個問題があったんですうそこを今回解決しました。はは 要はローンが組めないんですよ。高額はね。高額車両。いくらかっていうと、一千万オーバー。ーうんうん、このローンが今回組めるようになりました。組める大手審判会社、オおりこさんとの提携。十一月末頃からのサービス展開です。これ。 1000万オーバーのローンももちろん、まあ、人によるとは思うんですけれども、うんまあ、その審査をしてとていう話ではありますけど1000万以上も可能なローン体制を組めましたふんふんさらに法人対応してきました法人ローンーふんふん今まで個人しかなかったですけどもふんふん法人の方もこのローンを使って買うことができるようになりましたさらにニューバジェットローンってオーリコさんのご存知ですか,ほうほうかマリリリオオオさささんんんも今オーリココ使っっててるでしょ私オリコーさん結構ね昔からお世話になってますが そののね、今言ったた聞いいことあるけどよくわかんなです。ニューーバットロン、僕ね僕も今まで聞いたことあるけど中身そんなチェックしなかったけどチェックしたらすげえびっくりしちゃったこんなにフレキシブルにやってるのにそのね払い方を結構変えれるの途中でも変えれるの。 でこの月だけ一括返済じゃないけどもちょっと高く返済しとくとか、うんうん、この月はちょっとなんかいろいろと引っ越しとかでもお金かかっちゃったからうん、うん、ちょっと支払い落としたいよっていうと落としたと時には金利は払わないといけないけどうん、うん、元本から減るのは最小単位1円だから金利プラス1円でその月は逃れることができるみたいな。うん だからそういういののを調整できるのしかも支払いの回数とかも、うん、まあ例えば最初36回で組んだの、うん、いややっぱそれでいうとちょっと生活例えば子供ができたからよりちょっとうん、うん、少し厳しくなるからちょっと伸ばそうみたいな5年支払いにしようとかねそういうのも簡単にできちゃうしだからローンの中で最初の方だけ支払い額高くして後でどん,どん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 安くしていこうみたいなねうん、うん、だからそういうのやると金利分先にどんどん返せるから元金減っていくからトータルでの支払い 金額が少なくなくるしだからそういうのがニューバジェットローン出ましたのでだから高額車両も買いやすくなりましたので是非ともカバーさんのサイトを見に行ってみてください、はい、結構高額車両本当にねお得な価格で出てるポルシェとかもね、うん、含めてありますので。 まあ特に新車の保証継承できるような車はまあ表示も出てますけれどもあの本当カバーさんで買って全然安心感も高いと思いますのではい安く安心感の高い車を買うまあそれをオリコさんのローンでまあこういう形でいきましょうはい今後とも応援よろしくお願いしますさあマリオさん問題ですはい試乗してきましたけれども何馬力でしたかえっとね先輩の N はあのね2リッターの N だったら大体140馬力ぐらいなんですようんつぶらによくあるんですけどうんうん。 1.5です。全部1500あんま最近ないのでちょっとわからないな。あ全部スバルベースで覚えてる、ね。そうスバル基準のあの、うん、ノウなんです,すみません。マラさん45分45分以内ですよ。そうかそうか。ギブアップ。<laughs> ギブアップ。118馬力。おお。意外と控えめ。はい、もっとあるような気がした。トルクは142ニュートン。うん まあだからまあ1.5リッターで考えたらそんなに頑張ってないっていう言い方すると失礼かもしれないけども、まあバランスよく仕立ててるエンジンっていうだから耐久性にも結構振ってるような感じをしますよねす。決して非力感はなかったですね。非力感は全然なかったですね。ねで組み合わされるのは CVT でございます。うんうん、で車両重量としては1230キロです。<お>まあこの辺りとかを見てもなんかうん去、う、年、んうん、ねすごいです、ね、頑張ってない感も伝わってくる。<laughs> ね、けど まあこういうのでいいんじゃないっていうだからレトロ感を感じるとかっていうのもまあ、あながちそういう作りによってのものだろうねまあエンジンも、はい、車軸よりも完全前でございますはい、はい、さあマリオさんの大好きなはい燃費燃費か、ね、得意分野燃費かはい燃費は NA でしょうはい FF でしょうはいまあリッタ2526はいく56はいくもっともっといくもっとい, <laughs> いくかえマリオさん。ね 燃費恐怖症になってませんかえち,ょっとえちょっと控えめに言っちゃうええ<ー>1 6 2 1 6六点二、あ、本当にあそんなもんなのあそれ もっといいんだと思った世の中は違うんだよよかったなんだそんなもんか変わらないうちとうちとかあ逆にそこで喜ぶんだね大外れしたのにねめっちゃいいかななるほどだからマリオさんとしては大外れしたけどスバルとしてはすごい嬉しいそういう状態そういうわけではないですけどねまあでもスバルもこの間ストロングハイブリッドそうなんですよついにすごいよねついに低燃費なスバルの人も歓喜の声を上げて喜ぶでしょそうですよ神降臨みたいなねありがとうございます すみません。さあ、じゃあ、ワーゲン見に行きましょう。T-Cross です。さあ、マラさん、はい、t c r o s ボンネットオープン重さどうですかね一緒ぐらいかな一緒ぐらいですね。その感じね。合格です。ありがとうございます。ああ、やっぱさ、マラさん、なんかエンジンルームが若干綺麗な感じがする。綺麗ね、確かに綺麗ですね。仕立てが綺麗だし、やっぱ音やってる。 ここも音すごいやってるだからなんか、はい、ディーゼル対応も考えてのものなのかな<ー>かガソリンでここまでやる必要があるのかどうかわかんないけどもディーゼルだったら絶対これやってるはずだからそのまんま乗ってるようなちょっともう一回この絵覚えておいてください。なななんか若干寂しいいみたいな感じになりますよね <laughs> だってさうんうん、うん こっから発生した音はこっからズボーでって奥でまあ塞がってはいても防音材が若干見える、うん、シールみたいなああ、ね、防音材が。 でも、この保温材とかやっぱすごいだからこれを考えるとやっぱ100万円の価格差っていうのは随所に感じるまあサスペンションの取り付け点とかその辺りの造形とかは実はこれ全部はぐったら同じような感じかもしれないですけど、うん、でもなんかガッチリ感あるな奥側もインシュレーターすごい入ってますねさあこちら何気筒でしょうか1 2 3えっマリオさん、うん ややっっっぱぱり気気気筒筒筒だたねヨーロッパ車車いい多ですねでもさ3気筒感がさそんなになかったというかっていうか2人して今開けて今僕が数えたでしょわざとはいいや僕3気筒だった記憶もあって数えたんだけど確認をしたくなるほどそういや4気筒感がすごい結構あったじゃんエンジンフィール的にそうでしたね いや、だからさあの3気筒だからブーストがかかって有効回転になった時のあの伸びていく時のうわっていう時がやけに気持ちよさあったのは3気筒の脈動がだんだん揃う感じもあったんだろうね。サウンドも良かったですよそう、なんかねマリオさんが「いやエンジンこっち吹け上がりがあってだからエンジンで吹け上がりでホンダが負けた」ってホンダの後に乗ってねあこっちが気持ちいいと思ったマリオさん言っちゃだめだったからあそうかそうそうまあでもちょっとこれ2人して。 見張りを待った、ねえ、ちょっとエンジンフィールが、ね、あのパワーの出方も良かった。ね。はい。さあ、ターボでございます。はい。何馬力。馬力ね、一点、あ、じゃ、一リッターが大体、大体一リッターですよね。一リッター。ターボでしょターボ。多分、でも、それで大体千五百ぐらいの換算なんですよ、きっと。 おーすごいマリオさんもうこの辺りで救いの手をもうなのでほぼ馬力一緒です116馬力なのでもっとあるような気がしたけどなねあるような気したよねっていうそのあるような気がしたのはおそらくさあトルクいくつっていう方でしょトルクかトルクは多分ターボだからこれはね18ぐらいで出るんじゃないかなおおもうちょっと出ててこれ200ニュートン出てるんです200いきますかそうなので排気量2倍にするだから結構高プレッシャーターボ入ってるんですよタービンかな、 これカーボをいた時にワわって結構いい加速したっていうのはありますねでこれで7速の DSG DSG ダブルクラッチ重量はねほぼ一緒なんですよこちら1260キロ WRV は1230キロだったのでなのでそういった意味で言うと30キロの差というところですではいマリオさんさあマリオさんの苦手なはい来ましたよちょっと僕は考えておいてください僕は車軸からのはいいつものチェックやってきますので燃費は 苦手ではございません、はい。この辺りです。はい、まあまあ一緒ですね。うん、エンジンは前です。でも若干搭載位置が低いと思います。はい、ちょっと高いと思います。エンジンの搭載位置自身が若干上、うん、ヘッドの位置が上。<ー>まあ、そのようなところも、やっぱり走り,走りに影響してたのかもしれないな、ね。ですま、あこのあたりは来週見てください。はい でもね足回りとかシャーシが全く違うのでちょっと皆さんが今考えたのとちょっと違うかもしれないですよさあマリオさんさあ前振りは終わりですわかりましたか燃費いくつだと思いますかいやっていうよりもどっちが上だと思いますかはいよく考えてください片屋1.5リッター NA CVT 片屋1リッター3気筒だ4気筒よりも3気筒の方がやっぱり周動抵抗も少ないのではい はい、でターボでございます。重さは30キロこちらの方が重たいです。さあ皆さんもどっちが燃費高いと思いますか？今皆さん自問自答で。高速巡航はこっちが多分伸びそうなんですよ。多分。なんでトータル的にこっちかな？こっち勝ち。ファイナルアンサーですか？ファイナルアンサーです。すごい燃費でマリオさんが初めての快挙正解です。ついに私の燃費。 理解できるようになりました。17.0。おお、だいぶいいですね。なので0.8こちらの方がカタログ燃費回さっております。スバルがストロングハイブリッド出して私も燃費当てられるようになりましたね。なるほど。やったね。ストロングハイブリッド今度1000キロドライブ行きますか。ワンダム1000キロ言ってますからね。ねなんかちょっとそういう企画考えてみます。段の裏まで行きましょう。はい。はい。さあ。 じゃあ、ニスチェーク、W. R. T. クロスになると、W. R. X. になる。マルさん、何やってんの、この W. R. にものすごい親しみを感じて。そうですね、W. R. X. ではなく、V. です。はい。そう、すみません。本当、これ、本当、使えますよ。はい。マルさん、どうぞ。オープンでは、では、これは指導です。やっぱりね。 はい普通は手動です。まあこのあたりは普遍的なこれで僕の記憶だと約450リッターですよ。結構ある。結構あります。床下収納ありますか？いああるある。いいですねパンク修理剤ですね。もう今パンク修理剤がもう当たり前だね。そうですね。そうですほどのことがなければはい。じゃあ同時にはいティクロティクロス。T は高野の T 前はいえっと高野高野じゃない。 高野クロス高野クロスクロスおおなんか違うそっかそうそうコンパクトやっぱ100万円の価格さいろんなところにあるねやっぱ全長の違いがまあ450リッターはないねこれもう見た瞬間に圧倒的に WRV の方が今じゃあこの絵覚えておいてください じゃあ移動しますよこの室内空間この感じ覚えておいてください奥くきもあるし広いっていうそういう形、うんはい、でも床が一段下がっているのでこれそうですねこれはないんですよ 残念ながらこの奥はあれなんで奥開かないの奥何あるんだろうね取れないんだうん取れないマリオさんいいですよマリオさん力で取っちゃうからはいじゃあこっちマリオさんこれ一段下げてくださいいうかああそうできるんだはいあ本当だああ本当あできた本当にできたああマリオさんスペアタイヤおおタイヤだやったおおタイヤ珍しいねもうなんか嬉しいですねこっち乗っかってるだけでねさすが ねえしか言わないでこの会話が進むえワーゲンってそうでしたっけすごいだねいあこれちょっと増えたなねえ,、はい、ね,えねえねえとほうほうね <laughs>、はい、さあじゃあ鉱石倒してみましょうこちら6対4分割はい、はい、後ろからはやっぱトノカバーあるからこれはもうどちらも倒せないですねリモートでも倒せないのでこれ何かと言いますと、ね、何でしたろう これねおそらく上にするでしょう上にもつけるんだこれ上にした時のこれここで引っ掛けてそうするとスペアタイヤ出したりしやすいっていうそのためのものでございますはえじゃあ今さりげなくフラットになるように上段にしときましたはい鉱石倒してみてくださいこれは普通にねマリオさんが倒しますできは僕が 足とおしゃれそれは後ではい倒しますこういう形でまあ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 十分は十分ですよね倒せばねじゃあ WRV ではこれもはい倒してくださいこちらも6対4ですねさあでは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 六対四。あマネさん微妙なとこだけどさ これ引っ張りタイプじゃん。うん、引っ張りそうねこのつまんつまんで引っ張る。この引っ張りタイプって意外と面倒いよね。うん、<laughs> かなり細かいですが。うんいや、まあ、でもさいて言えば意外とこれ。 力がない女性の人とかって片手でこれできないんだよなるほどねでもゴル、ね、クスワーゲンタイプのあれは確かに女性に優しそうだなそうそうなのよなるほどこういうのね結構関わるんだよねそんなこと考えもしなしなかったよほらこれ引っ張りやすいでしょ<ー>しかもロックされてないよっていうのはこの赤でもわかるでしょなるほど細かいだから、えー、いや随所にちょっとある そんなこと気にもしなかったな、人生においてさあ、ううやっぱり段差がね、気になりますよねですね、ちょっと上げたいですね、ここね上げたいねなんかはめたいな 上げたいいけどないねだからこういうのをどん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 だからフォルクスワーゲンみたいにフラット化をやっていこうとすると、うん、やっぱり価格はどうしても高くなるよねっだから今回比べて僕何が言いたいかってあの勘違いしないでくださいね、うん、WRV のこういったところとかもうちょっとやろうよとかだから僕はあのさっき電球豆電球ちょっとあれだっていう話しましたけど、うん、買えなくてて僕はいいと思ってます、うんね、WRV は僕これ大拍手ものですからね。最上級で 240万台ででししょ、ょあ、万万台台そう、だからだってグレードで言ったら一番お買い求めしやすいのは200万円ですからそう思えばそう思えば納得ですよやはりさあイカーライフはかたくなに計測は精密な肉体のフィーリングで計測しますメジャーは狂うからそうです 肉体は狂わない。お、怖え。段差、段差 <laughs> すごいですね。どうしよう。え、勇気がいる車です。おおし。おっと、そんな助走をつけて。おね、一気に奥まで行かないと、手前に当たると。なるほど、危ないね。逆に思い切りが必要ですね。おお、なるほど。さすが経験値がち。<laughs> ちょっときつい。<laughs> ちょっと柔軟性を、体の柔軟性を求められます。あ、痛い痛い痛い。痛い <laughs>

全然さほら全然ね短い全然ねこのなるほど膝の頭でね違うでしょいやだからまあ全長がもう2 0ンチ違うからその分の2 0ンチがそのまんままあ後席スペースに出てるっていうところはありますねなるほどじゃあその後席はいいきましょう座った感じ開けまーすじゃあ戻してくださいこれあこれまあ普通に軽いかなてベルトもうまいことこれちょうど間に入るようになってますね あなるほど。だから挟まないですね、一切ね。だからこういうの大事大事。はい、どうぞ、マヨさん。ああ、はい。ではでは、すまへよいしょ。これ開口形状やっぱすげーよね。開口部でかいっすね。はい、置いて、乗って。このすごいしやすいっすね。これ本当いいよ。めっちゃしやすい。これ最高。頭の上もスッキリしてるな。ね。これいいっすね。ドアの内側とかこういう形です。さあ、じゃあ僕反対側いきます。さあ、ちなみに、ドアの開け閉め感。 まあ、悪くはないです。ちょっとブルッとは言いますけど。はい、失礼いたします。そう、頭上は。頭上落勝。そうね。一点ぐらいあるかな。横も当たらないね。あ、やっぱひ。広い、広い。足元ゆったりですね。あ、あ、まれさん、僕の仕事頑張った。ほら、さっき飛び込んだ。あれら、白いパンツが。この白いパンツのもの汚れが。買い替えですね。はい。ま汚れたら買う。汚れたら買い替えです。え。当然です。 このジーパンリングジャケットというところのでですね、かなりちょっと。おはい、僕でも洗います。あ、あそうなんだ。いや、その前に。汚れたから捨てるなんていうことはやったことがない。信じる。人噂では、鬼さんは洗濯をしない人という。全部捨てて買い替えてるって。あれ噂ですか。あれ噂です。完全噂です。はい、エアコン吹き出しあります。で、下側に十二オートあります。じゃ、あマリオさん。はいはい。十秒差し上げます。U. S. B. ポート探して。え、そういえば、おっと、今時、え、本当。 今時ないはずはないでしょう。ないないないなこの辺り若干寂しいところだから12ボルトにまダフタつけないでいけないですね。前はあると。後ろはない。あります。なるほどね。さ、異常気ははいはいないあります。止まります。はい。蓋もある。膝元何個ですか。膝元膝元っていうとあここね。はいはい。1,2の3.5ぐらいかな。十分ですね。はい。私のポジションに合わせてますが。 で、はい、足は楽勝で入りますよね。足もう楽勝ね。これ多分か届かないぐらいですね、うん。身長高い人でもゆったりでしょう。うん、座面もしっかり長い。座った感じのやわらかさとかは？うんそ,ううん、そうね。ちょちょっと皮がちょっとパッと張ってますけど、この座面お尻を置くところは、まあ硬からずやらかからずみたいな感じですかね。悪くないシートだと思います。リ<で>クライニングはない。 はいリクライニングはないですはい、はい、そのマリオさんが今着られているかっこいいトレーナー、うん、パーカーは何ですかこれはイーカーライフのパーカーでございますさすがでございます、ええ、ありがとうございます春に作っていただいたんですけど作っていただいたらもう暑くなってですね ようやく着る機会が来たとそうできた時がもう春だったので僕も1回ぐらいしか着てないんですあれようざんますユニフォームとしてようやく季節がはいさあじゃあマリオさんこれちょっとさ締めようと思った時のなんかそのサイズ感を教えて手伸ばしてみてくださいえっとねどここここれはね、あ、 そういう高さね。い意外とこれ、うん、あの女性の方とか小柄な方ですと、うん、意外と届きにくいっていう意見もあるんですよ。うんうんね、ちなみに WR-V は、うん、ちょっとこういうチェック項目増やしていきますので、あのいろいろな方からのコメントあったら可能な限りね、うんうんうん こういういのもチェック欲しいこれまあ普通に何ちゅうかこっちの方がやっぱ肘は少し余裕出ますもんね高さ的には女性にもやりやすいかなだから前後はこちらの甲が高いですけれども WRV の方がでも締める時のリアハッチのまあ手の位置としてはこちらの方がちょっと低い位置にありっていうそうねそうだよねやっぱすごい上まで来てますよ分な女性はねちょっとよいしょってなるかもねい。さあ オープンはいはいあこっちも開口いいね開口部ねうんそしておっとこれはあ重たそう出す重た重たそう出すちょっとはいすみませんちょっと思い出すはいはいよいしょっとはいじゃあお乗りください出すはいはいではでは失礼する出すよいしょははそうね、まあ別にさっきと比べてそうね特にちょっと頭の上がまあちょっとだけいやそうでもないな一緒かな互角 もうね、僕の目から見てるとこれボディー色とかで違いはすぐ分かるけども基本一緒だねそうねうんのり降りの感覚は一緒ですね絶妙にここが少しだけ垂れ下がってるけどこんなのはもう差に入らない頭当たることもないので大丈夫かな質感はこのちょっと樹脂っぽい中で少しだけこっちの方が高いかなみたいなそういう状態です握れるやつがいいですね。あそっかそっかそっか締めやすいはいはい マリオさんが言ったのでちゃんと見に行きますよ。握れるタイプではなく、こっちは、はい。でも携帯は置けるからね、こっちの方がね。っていうのはあります。あ、ちなみにはい、ドアポケットとしてはこういう形状です。ドアポケットこういう形状、あ、こっちの方がドアポケット大きいです。あ大きいでも携帯置き場がないですね。あ<ー>だからああいう、ね、うんどっちが便利かね。うんうん、あーマリオさん、うんうん、10秒差し上げます。ほう あった。はい、ありがとうございます。まあ携帯ウキもここになるのかな。あの、でもエアコン引き出しがないですね。そうですね。エアコン出ないけど携帯を置けるってやつですね。さあ頭上は？頭上ね。ああ、ちょっとちょっとタイトだな。ぴったり拳一個かな。横は大丈夫ですね。上はちょっとだけタイト。膝元握り拳さっきは、うん、三点五だったけどこれ二点五だな。はいはい。ですね。 座面の長さ座面のね長さもちょっと短いですねやっぱりねさっきと比べると、うん、全体的に少し小さい感じは、うん、そうねでもセンタートンネルすごくない本当だ長さが四駆前提ですかこれすごいななんだこれねはい,いや四駆前提はもちろんあると思う、うん、でもこのセンタートンネル剛性、うん、にもかなりかかってくるのでこの辺もすごいですよねまあそういうのもねまさに T G ティークロス。ああ、お、あらら、え、ティージ、テクロス。ティクロス。あ、なるほど。え、高野。はい、あれ、ない、あらら。ない、ない、ない。非常勤ない。あんまりするない。あれ、僕ね、リアシートはね、僕非常勤欲しいんですよ。運転中はいらない、くで、こう、戻すんですけど。なるほど。リアシートは欲しいね。ちなみに、マリオさん。これ、シート前に出ます。はい。これ。はい。え、本当に。あ、スライド、あ、本当だ。あら、まスライドるが降りないと。ええ。はい。あ、本当だ、本当だ。これね。はい。 これまあ分割ではないんですけど背もたれは分割で倒れるんですけど全体のスライドの量として結構あるねはい、もう一回前出しではい後ろ行ってはい前出しではい後ろ回してこれちょっとトレーニング器具スストリングこれはい、使えそうでございますはい、ありがとうございます運転席いきましょうちなみに WRV のセンタートンネルはこういう低さでございますやっぱ低いですよね改めて手と比べても圧倒的に低いの わかるでしょう。さあそしてはい。あ、バルさんドアやっぱドアごついっすよねなんかさ重厚重厚ですねもうなんか使ってる鉄の量が多いというドアの重さがもう違う質量が違うよドイツ車は絶対こうですよね質実剛健超豪健なぜここ汚れてるまあいいでしょうはいどうぞお乗りください質感は 決してこういうふうに見ると高そうではないけどもリア、うん、でも超えたところ高そうだね。 いや、でも、こういうふうにパッと中見たら、いや、高そう。高そうでございます、マリオさん。全然高そうだよ、やっぱ。そうですね。それは素直にそう思いますね。あ、マリオさんが座ってたから、あれだけど、やっぱり鉱石見ても高そうだよ。うん、僕はそう。いや、マリオさんが座ってたから、安いっていうことを言ってるわけではなくて。いや、すみません、それは言葉の語弊でございます。はい。すみません。はい。じゃ、あマリオさん、チルド、テレスコピック、どうですか?。はい、はい。 まあ、十分ありますね。はい、じゃあ、ロックして。はい、懺悔です。右足上げて。無造作に。ああ、滑ってアクセルいきました。ああ、いくな、これアクセル切っちゃいますね。行くな。じゃあ、このままエンジンかけていただいて。はい、リアマートチェック開けます。 でも全部開きました嬉しいですねはいありがとうございますじゃあ手席いきますシートやっぱこのデニム生地にも一瞬見えるデニムっぽい確かになんかいいステッチもやっぱおしゃれおしゃれ可愛いですねはいちょっと前後スライドは手動はいちなみにマリオさん前後そちらも全部手動ですよね電動あります全部手動ですねはいありがとうございますどうですか やっぱフル液晶モニターでそうか、モニターもねうん。で、このビューボタンを押してみてくださいビューここにありますおお、なんか変わったはいはい、真っ暗しかもここにあ、車が出た車を出したりおー、ナビを出したり地図も出ましビューボタンを押すとこの表示を変えたりおー、なるほどいやこの辺りはやっぱりは早かったですからね確かに さあ、マリオさん、じゃあ5秒差し上げますほカメラボタンありますかカメラ、カメラねまあこういうコンパクトな車の今時って絶対あると思うんですよ普通にねちょっと待ってねいや、ないっすねあ、ないかこれないですねないんだ、カメラないので。いや、そう、言われてみたらないないね、マリオさんマリオさんのこれ病気えこれ僕ちょっとほら、病気全力で引いたでしょ、これこれワーゲンでもね、あのサイドブレーキも剛性高くてね これはね、比べるとね圧倒的に硬いんですよこっちの方がそ<こ>限界です、ええ、<laughs> 界コントロール性は多分ね WRV の,の方がねこの角度を皆さん覚えておいて下さい、うん、僕今普通に普通にやったんでは <laughs> <ジ>だいぶ硬いですよこっちこれ、ええ、僕だったらここでねマリオさんよく引けたねあんなとこまでやばいじゃん <laughs> いやいや 弾くのが最近サイドブレーキ弾ける車が珍しいのですよちょっとマリオさん、今コメント荒れてる、荒れてるもう体鍛えのハムストリングだけでさっきのいや、だめだって、だめだって本当、マリオさん怒られちゃうよ。そうですか 強く弾けば強く飛行度いいんじゃないですかこれ。マヤさん、違うの。結婚したいんですよね。あ、そうですね。はい、やめておきます。ありがとうございます。失礼しました。はい、今の全カットでお願いします。<laughs> はい、全カットで、はい、はい。これはあの編集博士なので博士に決めてもらいましょう。えー、はいえー、どうなってるか。はい、お願いします全カットで。多分使うと思うな。博士の性格からすると。で、ね。はい まあこのありは温度調整、はいはい、まあこれはまあ賛否いろいろありますけどうん、うん、まあ慣れてきたらこの左右移動うん、うん、だから1パッと乗るとだからこれが押してる感が少ないとか、うん、まあそういうのもありますけど横移動でこういうふうに調整するのを覚えちゃえばいいっていうのがあります。はい、はい、ここ収納ボックスちょっと小さめではありますけど、はいで これがアームレストでに高さ調整もちゃんとできます。はい、できます。うん、じゃあマリオです、はい。身長165センチの、えー、私からですが、まあそうです。このサイドの高さとか、まあ運転席側はこの、えー、A ピラー周りね、そんなに。今マリオさん A ピラー出てこなかったね。そうです。もう一回もう一回いきますね。はい。いやいいよ。だんだん年っていう。A ピラーがええー、とはい。 モニターもそんなにあの <laughs> もう今リズムボロボロですね <laughs> 高くて邪魔とか,かダッシュボード意外と高いかなでもそうね、うん、ダッシュボード意外と高いですね意外と高いよね高いですねこれだからボンネットなんか全く見えませんねやっぱ側突とかそういうのを考えるとこのダッシュボードの高さってなかなか低くできないって言われてますもんねなで SUV とか他の車との車重共有を考えるとバルクヘッドの高さはねある程度出ちゃうんですよね今なるほどなるほど。 そしてなんかドイツ車あるあるですが、やっぱり助手席側はね、そのピラーとね、ドアミラーそうやっぱりそこがね、一体化しすぎてですね、ちょっと四角には、ね。市場編でも言った通り、日本とはだから求められる環境が違うから、うん、こういったところが要件にあんまり入ってこないんでしょうね。そう,そうなんでしょうね。うん、優先するものが、空力とか横断歩道で人が隠れちゃうのが怖いなんていうコメント出そうにないもんね、<ー>ドイツとかハイスピー後方視界の方も、まあこれ全長が短いのでね、ハッチが近く感じるので、まあ、コンパクトに感じる。まあサイドの窓も。 ま決して小さくて困るということもないのかな、はい、という視界でございました。はい。少しだけ見るとゴルフ今振り返っているようにも感じますね。うん。あ、ゴルフね。ゴルフ出てますやっぱりね。じゃあ WRV 行きましょう。行きましょう。はい。さあマルさんあと三分で終われば四十五分かもしれません。お頑張りましょう。はい。おお。うん。なんかいいですね。悪くないですね。あの軽いけどしっかりしてる。 なんか高調力後半こっちの方が使ってんじゃないぐらいなそうなんだそういう配点いい配点ね軽いけどすげえ剛性感あるあっちはなんかね鉄の量で重さで出してるら質量はすごい大きいけど硬さはこっちな感じもああれちょっと待ってこれもさこのソフトパッド系 Z プラスになるとこういうソフトパッド系になるんですよ上のグレードはねなんか質感悪くないね悪くないね、そんなこうチープな感じはないですねあれ あ、でもこっち見た時のもうちょっと色に遊び心がちょっとこの雰囲気見ててくださいじゃあいきますよほら何かそうこっちの車乗ってる方がおしゃれっていう言葉が使えそう色もそうですけどねこっちの方が湿実合憲っぽいかなよく言えばだから色合いだけで言ったらこっちの方がちょっとドイツ車っぽいそうですねさあマリオさんどうぞお乗りください 乗り込んでいただき、まずはチルとテレスコピックの確認をお願いします。とねうん、そうね、これだからドイツ車と対照的で、うん、ドイツ車って多分この下までないんですよ。ただ上がもっとあったんですね。まあ日本人のやっぱ体格に合わせたものになってる感がすごいあります、ね。まあドイツ車って2メー,ターの体格の方も全部対応し,、ね、して考えないといけないもんね。うんはい、ものすごく体でかいですもんね。上のね、可動域が大きかった、ね。うんはい 本当ヨーロッパドイツに行った時のトイレの高さねこれちょっと女性の方には分かんないかもしれないけども私届きませんねあれはいろんな意味ではいさあ右足上げてはいはいはいドンああこれはもうもうストレートにいっちゃいますね完全引っかからないですなるほどさあディアマドチェックあお。しかもこれ違うのよオートが 運転席だけなのそっかそっか、それ割り切りですねだからさ、随所にちょっといいろろやっぱ価格差のところはあるね細かいですけどでも全部開くからいいですね、この辺り開口はすごく大きいですでもそれで言うと、先に言ってしまえばほら、液晶モニターではないでしょこの辺り、だから機械的な針も見えますしこういったところでも価格差はあるというのは言えるかもしれないですねじゃあ僕、助手席行きます やばいマルさんドアの締まり感僕こっちおおこっちが好きでこっち好き好きあらばおおあドアの締まり感本当いいよ中にいてのこのナイロバサン締まりいいですねでいやなんかオーソドックスなんかそんなねあれ安いチープっていう感じでは決してないですねチープっていう感じではないけどシンプルシンプルっていう言葉になるかすね 比べたら負けるけど、うん、全然これはこれで。ちょっと待って、今サルゲダックスはズボンって言ったね。えー、あれそうですか、うん。比べたら負けるけどって。負けてるけど。<laughs> 結構それ革新的な言葉なの気がしたけど。はい、うんね。はは。 で、USB あります。ますね、A タイプでございます。うんうん、C タイプはございません。はいはい、で、相変わらずでございます。うん、これね、サイドはね、こっちは軽くて、なんかね、コントロール性がしやすくそうで、多分スピンターンどっちがうまくやれそうかってったら、こっちの方が多分、多分やりやすい。多分ですよ。前野さん、ええ、引いた時の質感が全く違う。ええ、ああこれね。こっちの方がちょっとおもちゃやちょっとおもちゃやかやっぱりそうか。やっぱシフトも感じたけど、ね、シフトを動かした瞬間に、ね、これね。 ちょっとねこれ軽すぎてこ,れ、ね、ここでで価格感じちゃうんですよ音でもわかるんじゃないかなこれであの市場編でそこ使われてるかな、うん、映像を撮ったかどうかわかんないですけど<あ>覚えてないですけど、うんうん、あの走り出す時にシフトを動かした瞬間に T クロス、うん、うわすげえねって 2>, っ2人で 2> う、ね、うこのねそ<う>シフト AT なのにシフトフィールの良さにびっくりあっちは。 あの動かした時のこれがガチャガチャガチャじゃないんですか、うん、ないなってなん,、ね、なんかもうなんかね上質中ではちみつが混ざってるようなそんな感じなんかトロトロトロとろみたいなそうトロ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 いはいとろとろとろ。トモニターはセンター部分が液晶になっております、うんはい、この高さは全然気にならないですかそう全くならないですね、はい、まあこれついてるベースが結構低めで、うんうん で着座位置が意外と高いですもんねそ。そうね。はい。うん、そうですね。だからそうあんま気にならないす、うん。そうです。うん、はい。マリオア,ーアイはは。はい。これだからこのサイドもちょっと低く感じるし、うん、まああのこのね A ピラー A ピラー。隙間がね。え、隙間もあるし、そうダッシュボードが圧倒的に低いので、うん、これボンネットがねよく見えるんですよ。ですよね。なんでこのモニターも気にならないし、なんかまパッと前を向いた時の視界はあなんか。 見やすいなっていう気がいやだからなんかランクルっていう言葉がここでも出てくるんですよランクルの7070 70だからクラシカルなさはの、はい、ボンネットのね両サイドがねしっかりね、うん、見えるんですよね,ねですですそしてこのピラーの方もねちゃんと見える下のホンダ得意なの,のねドアミラーの下のこれねえちっちゃいミラーね、うん、カラクリミラーねはいはいそれもあるしうんあそうねあの後方視界もこれあの全長が長いのでハッチは遠いはずなんですがそう感じないしサイドも これ窓の面積自体はこっちがちょっと多いかなどうかな、ちょっと斜めってる、る、ね、下が斜めってるけど面積が多いかも、うん、という感じで視界はスコブルぱい長いね長いですね、ちょっと遠いな、うん、後ろが。ですが、視界はす,こすこぶるですはい、はい、ありがとうございます。 というような形ですね。今回、えー、WRV と T クロス比べてきましたけれども、はい、来週試乗編になりますので、そちらも見ていただければなと思います。はい、もう代表戦ですのでね、うん、はい、その結果<読>ちょっとこれから僕らは最後高速道路を走り結論を出していきたいと思います。はい、じゃあ来週もご覧になっていただければと思います。はい、カバーさん今回もありがとうございました。あしたさあマリオさん最後に。はい 何分の動画になってると思いますか？一時間は切った、切ってる。あ、それはわかる。よかったよかった。五十分ぐらい？いやいそうだね。五十、五十二さ。でも我々,我々にした一時間切ってるって結構快挙じゃないでしょうかね。 つくまで1分切ったぐらいの感じが今してます、ね、<laughs> すごいね1分切れなぞそうって、はい、もっともっとシンプルに分かりやすく内容濃く短くやっていこうと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、チェックしてもらいたいこととかありましたらあのぜひともコメント欄に書き集してください、はい、あの次からどんどん入れていきたいとも思いますので、はい、有効だなと思うものに関してはですけども、はいはい、全部入れるわけではないのではいすいませんではでは失礼いたします イーカラのありがとうございました。ありがとうございました。川さんありがとうございました。したグッズ販売しておりますので、はいサイトから飛んでください,、はい。お願いします。お願いします。みんなで来ようイーカライブ。